かっこいいですよね。自分の足に合った。ヨーロッパはみんなに言われます、書きやすいって。そもそもサッカーどれぐらいご覧になる？いや、サッカーは J リーグをくまなくチェックするっていうところまでは行ってないんですけど、まあ、代表戦は絶対、まあ、見てますし。見るんだ。あとはまあヤベッチ FC とか。ヤベッチ FC とか。はい。なんで、まあ、好きですサッカー、はい、見るの、はい。あれ何でしたっけ、デジッチとかあるじゃないですか。ヤベッチコーナーですね。はい、ああいうのとか。デジッチいいなって思いますね。大迫選手、なんかバスケットボール経験とかありますか？ないですよ。あ、でも小学校の体育の時間にやったぐらいなんで、もう本当に全然ですね。どっちかというと野球の方がしてましたね。それますね。やる機会はやっぱり、まあ、学校体育もそうですし、休み時間とか、まあ、クラスのやつとやったりとかはしてました。ボール切るときってどっちの足とか一応左、多分、はい、本当にダメです、足は、はい、本当にすごいと思います。いつ始めたんですか？3歳です。え?3歳？兄貴やってたんで。あ、もう一緒にやってましたね。それはもうこけてばっかで。3歳はすごいな。僕は、あ、でもまあお兄ちゃんと姉ちゃんがバスケやってたんで。すごっ。なんかバスケ一家。そう、気づいた時には家にボールがあったりとかは一応知ってて、それで遊んだりは確かにしてました。フットサルちょっと練習終わった後とか、やっぱり、まあ、体育館というかアリーナなんでやられたりとか。あ、そうです、なんか、やるんだ。遊びでやったりとか、あとはまあ合宿とかチームでして、まあ、それのこうちょっとアクティブレストじゃないですけど、そういう時のまあゲームでチームでちょっと体育館ですけどフットサルみたいなことやったりとかは結構するんですよね。あ、多いですよ、はい、サッカー好きな人。まだそれぐらいやっぱりもう根付いてるのは感じますね、サッカーっていうものが。ドイツでご覧に行かれたりとかチームメイトが好きなやつとか。ないっすね。ないですね。もうサッカーなんで、もうヨーロッパ自体が全体がもうテレビでもほぼサッカーですし、だからいいですよね。だからサッカーしてる身としてはそんぐらいの環境だから。NBA なんで。ああ、はいはい。あ、みんな見に行ったりしてますね、アメリカ行ったら。確かに。僕も一回行きましたよ、アメリカキャンプあった時。あれ、そういうの行かなきゃ。オークランドかな、オークランド。へえ。試合見に行きました。へえ。バスケっていうなんかもうエンターテイメントがすごかったっす。なんかもう人も、あのなんかショーみたいな感じありますね、はい、すごかったっすね。結構びっくりしました。新鮮だったし、すごく楽しかったです。なんかもうハーフタイムの時に、なんかピッチに入れてもらってみんな、なんかスリーポイント対決みたいな。すごかったっすね、やっぱ。うん、めっちゃみんなでかかったし。でもすごいですね、やっぱサッカーもやっぱ身体能力関係ありますけど、いや、バスケってもっとあるんだろうなってやっぱ思いますよね。あんだけでかかったら相手が。特にバスケはもうゴールが上についてるんで、本当にダイレクトに背のでかいやつがやっぱり有利な競技だから、そこはすごく難しさでもありますよね、はい。例えば試合の臨み方とか、普段気を使っていることとか。ああ、ちょっと面白いですね。すると思うんですけど、はい、B リーグは、はい、試合ペース的に言うと毎週土日、たまに中に水曜とかも入ってくるんで、だいたい週に2試合、基本が連戦です。でもヨーロッパリーグあったんで、中は2日3日でやっぱ移動が入ってくるとやっぱ大変でしたね。もう木曜日試合するんです、木曜日と日曜日なんですけど基本は。で、木曜日試合して、で、金曜日の朝7時とかにクラブハウス着いて、で、1日調整してまた日曜日試合みたいな。結構大変ですね、やっぱヨーロッパリーグ入ってくると。時差とか出ます？ヨーロッパではないです。ヨーロッパではない。あったら、あっても1時間、2時間ぐらい。ああ。へえ。やっぱでも代表戦の後とかやっぱしんどいですよ。ああ。で、僕らもなんかサッカーみたいになってきてるんですよね。代表戦がホーム&アウェイに変わって今年から。で、今回もどこ行ったんでしたっけ？オーストラリアか。オーストラリア行って1日やってすぐ試合みたいな。うわ、きつい。でも
初めてやったから体が全然動かないし、まあ人それぞれありますよね、はい、調整の仕方。サッカーの代表とかってみんな海外リーグでやってて、もう直前に来て試合してまた帰っていくじゃないですか、はい、で飛行機の中とかでそれこそ何か対策とかしてんのかなっていうのはすごい気になるんですけど。言われますね、やっぱ極力もう寝るなって言われます、飛行機の中で。あ、そうなんですか。時差とか関係なく。時差がやっぱ寝れなくなるんで、あっちから日本に着いた時に寝れないんですよ。あ、寝ちゃうと飛行機 夜寝れないんで、もう2時とかに起きてそこからもずっと起きちゃって、で、また昼の12時に寝ちゃっても頭もちょっとなんかぼーっとするし、重くなるしってのもあるし、大変なんで、もうでどうしようもない時はもう睡眠薬飲みますね。あ、薬で。そうかそうかそうか。でもやっぱり考えすぎないのが一番かな。でも、あ、もうこんなもんだからしょうがない、いやでも思うしかないです。あ、なるほどね。いや、そんなに特別なことは多分ないと思うんですけど、大体もう決まってるので、土日試合があって月曜休んで火曜日にウェイトしてみたいな、水木金っていうのが、でその中でまあ2日前は本当にトレーニングでも自主練でも結構息上げて追い込んで、で前日は落としてマッサージ受けてっていう、そういうなんかルーティンみたいなのはあります。もう午後ですね、バスケは午後に、まあ90分から2時間弱ぐらい、午後やるんだの練習。もちろん戦術的なその、まあ、自分たちのセットプレーも全部確認もしますし、その週の対戦相手のセットプレーも全部確認するというか、まあ、どういう守り方をするかっていうのを全部こう潰していくんで、それが結構やるんですね。結構映像が多いですもん、頭の中で理解してるみたいな。あ、サッカーをちょっとやるんですけど、へ、もう選手も映像見してもうみんな理解してみたいな感じが多いですね。サッカーって見ててやっぱセットプレーとあるとかもあると思うんですけど、うん、絶対こうその通りにはいかないじゃないですか。いかないですね。でどちらかというとバスケの方がセットプレーはカチッとセットプレー通りに行くことが多いんで、うん、確実に、はい、だからこそ相手のセットプレーも結構時間かけて練習の中で覚えることが多いですね。ゲームを作る側じゃないですか、まあはい、まあ、パスを出す側で自分が一番大切にしていることというか、いや、まあ、それこそその選手の好みによって優しいパスが好きな選手もいれば、強めにバシッと出した方がシュートに持っていきやすい選手もいれば、まあ、右肩側に出すのか左肩側に出すのかっていうのも全然意味合いが違うんで、そこはすごく、まあ、角度とか強さとかっていうのはすごく気を使ってますね、はい、大迫選手はそれを受ける側ですけど、本当にフリーになることがもうないんで、あんまり、まあ言ったらでもボールが来てくれればいいですって思いますもん。そっからもう自分次第なんで、とりあえずまず俺を見て、俺にもうそうやって言っていかないと、うん、ダメじゃないですか、やっぱり一番前にいる選手が。でも聞き手までこう見ながら出すっていうことを考えてくれるような司令塔は、まあ、そういう選手いたらもう助かりますよね困った時とか苦しい時はこいつだなっていう、そういう、まあ、精神的な強さを持ってる選手はすごく頼りになりますし、まあ、そういう人がチームのエースだと思うんで、そういう気持ちを持ってる人だからこそこっちは気を使って出すみたいなのはまあありますけどね、はい、パス出してボール取られたりしたら来なくなりますからね。ドイツとか特にあからさまでやっぱりこいつに出したら取られちゃうなっていう選手はあんまりボール触る回数本当に減っちゃいますからね、うん、もう見て目に見えて分かるんで、その分責任感はありますけど、やっぱりやってて海外でとか意識したことはありますか？ないです。正直バスケットは今のサッカーみたいにこう海外にこう出る人多くないというか、もう本当に田臥勇太ぐらいだったので、アメリカでっていうのが。だからなんかもう子供の時からあまりこうイメージできなかったというか、そ
それはありますね。だやっと今バスケもあの若い子たちが海外に出てやってるんで、本当にこう今からなのかなっていう。どこ、アメリカですか？アメリカの高校に進学するとか、アメリカ、日本の高校やってて大学はアメリカの大学に進学するみたいなのが結構出てきてるんですよね。へえ、すごい。やっぱり共通点としては日本を代表してプレーをするというか、ピルマルをセブンによって変わった意識とか。バスケットを始めた時からやっぱり日本代表っていうのは意識してて、まあなかなかこう A 代表に入れない時期もありましたけど、まあ、その分こう入りたいっていう思いは強く、余計強くなってたので、だからこうなんか今のバスケの代表って大体こう大学生ぐらいからもうエリートって呼ばれて、まあ大体24歳ぐらいからもう定着してるっていうのが普通じゃないですか。その中で僕はやっと28、27ぐらいの時に初めて呼ばれて、なのでその分こうハングリーさみたいなのはあると思いますし、まあそういうケースだからこそ自分がもっともっとこう結果出して やりたいっていう気持ちは結構強いです。呼ばれててやっと呼ばれた代表だからこそ、はい、しっかり結果出してる。はい、そうですね。まあ一番自分の成長につながるのはやっぱりドイツでやること、そこで結果を出せることが一番なんでね、まあ、そこで結果を出せれば自然とワールドカップにもつながると思うし、はい、もう本当それだけですね。もうドイツでまずはって感じですね。サッカー日本代表っていうのをどういうふうに感じられますか？いやー、やっぱりまず知名度というか、その日本の国民の皆さんからの認知度っていうんですか、そういうのが全然違うなと思うし、まあ、本当ワールドカップももう常連と言っていいようなところに来てて、本当に人気も実力もその、まあ、バスケットがこれから目指すべきような形になってると思うんで、そこはすごくいい刺激になりますし、まあ、そういう意味も含めてやっぱりサッカーの代表戦っていうのはテレビでやってれば絶対見るようにしてるっていう感じですね。いや、もちろんプレッシャーはありますけど、プレッシャーとの向き合い方も人それぞれじゃないですか。それはもちろん考え方もそうだし、まあ、いろいろ違うと思うんで、まあ、僕はだから、やっぱ自分にわざとプレッシャーかけますね、その中でも。でもちゃんとやらないとっていう思わせるぐらい、もうこれでできなかったらもう終わりだなっていうぐらいの気持ちでやってますね、毎回代表戦は。今度フィリピンとかでまた予選がある時に、フィリピンの側になって5万5千人ぐらいの間に入ってますけど、はいはいはい、5万5千入る体育館があるらしいんですよ。その大勢の中でやっていくっていうことで、千山さん、なんかこうプレッシャー対策の心構えとか。 B リーグとかやっててそうですけど、普通にアウェイだから嫌だっていうとかそういうのはなくて、まあ本当に、まあ本当なんていうんですかね、黙らしたいというか、それがこう気持ちよさに変わるし、なんで本当ホームで応援の皆さんの応援の前でやるのはすごく力になりますけど、まあ、アウェイも本当にいいそういうモチベーションになるんで。5万5千ですよね、俺嫌だわその規模のスタジアム結構ありますけど、俺嫌っすね。いや、アウェイですよね、フィリピンってあるんですよね。嫌っすね楽じゃないですね、やっぱり。全く違うんですよ、多分サッカーだったら。日本でやったらめっちゃくちゃやばいのに、その5万5千人観客いたら、それ体育館ですよね。そしたら相当嫌だと思いますけど、俺だったら。ドイツとかやっぱりサッカーだったら6万、7万入ってるスタジアムがうまくいかなくなった時、相手が、そしたらちょっとブーイングに変わるんですよ。味方に対して、その時はもうチャンスですよ。もう相手もうマイナスマイナスばっかなるんで。だから単純に今黙らしたいみたいな僕は大丈夫ですみたいな感じで言いましたけど、未知の経験っていうかまだそういう経験をしたことがないがゆえの
発言だったなと今自分で思いました。いや5万5千の行ってみない、だから5万5千人の前に立ってみないとやっぱり分かんねえだろうなっていう、今大阪選手の言ってることを聞いて響くんですもんね、嫌なんだろうなって感じ。バスケ知りたいことはたくさんありすぎて。本当ですか？本当に。休みあるんですよね、毎週あるんですか？休みは試合の次の日は1日休み。休みですか？東京行くんですか？いやいや、もう近所で、子供が今4ヶ月なんで、生まれたばっかり。生まれたばっかりです。じゃあ大変ですね。家族と、はい、過ごして。かわいいだろうな。子供さんいられる？いますよ、3歳です。お一人ですか？はい。男の子ですか？女です。あ、女の子。いいなぁ。男ですか？男です。いいじゃないですか、男の方が。いや、まあ、そうですね。男の子欲しいわ。最初男がいいなと思ってたんですけど、それは良かったですけど、でもやっぱ男を産んで生まれて、周りの女の子とか見ると、女の子欲しいなってなりますよね。まあ、ないものねだりですよね。そう。どっちも可愛いんだけどな。ドイツって結構、なんか日曜日とか店何も閉まってるんですよ。もう全部閉まってて。ああ。でも家族の時間みたいなもんだ。だからもう家族で散歩行ったり、まあ、そういう時間が多いんで、家族連れにはすごいいいですね。足元事情をお伺いしようかなと思うんですけども、一番大切にしていること。いや、まあ足首が あんまり健康な足首じゃないので、しっかり足首までカバーしてくれるというか、ホールドしてくれる、ホールド感っていうんですか、が一番かな、はい、ここの高さっていうのは結構、本当サッカーとは真逆ですけど、ないと本当に低いのを履いちゃうと、もうすぐ足首ちょっと炎症起こしちゃったりとかするんで、そこは本当に高さを出したものを履くようにしてます。もう少し一番上にされて足が痛くならないのと履いて、あとは滑らない。やっぱピッチ悪いんでドイツ、そこだけは言いますね、いつも。手に取ったものスポーツ用品って、なんかトゲトゲ触って遊んでたりとか、それぐらいですよ、本当に。はい、それぐらいの本当にイメージです。バスケに絶対ないですよね。はい、でもかっこいいですよね。スケットシューズはなんか一応ファッションとか外で履いたりする人もいるんで、そういうところはまあバスケのいいところというか魅力の一つかもしれないですね。ただ本当自分の足に合ったものをっていうのだけで選んでたんで、まあ本当に機能としてはやっぱりアシックスが一番足に合うなって。日本人の足に合ってると思います、サッカーは特に。でもやっぱヨーロッパアシックスのランニングシューズがすごい人気で、みんなに言われます。履きやすいって。やっぱギアとして大切なことですか？そうっすね。柔らかそうだし。柔らかさもやっぱり大事ですか？はい、やっぱ。結構、そもそも人工ですよね。人工の中で柔らかいのが好きです。革ですか？革。あ、それの好みもあるんですか？天然だとちょっと天気とか悪い時ずれるんですよ。なんかもう形が崩れたりするんですよ。なるほど。人工だったらあんまりしないですけど。深いっすね。こういうスパイク、なんていうんですかね、締め付けがフィット感がすごい出るようになってるんで、このなんかこの入り口のところがデザインもなんかカラーリングちょっと特徴的に、はい、派手でいいと思います。2018年に決まっております。それぞれ、目標、抱負。やっぱりクラブとしては去年、昨シーズン準優勝で終わってしまったので、もう今年こそ優勝したいという気持ちありますし、もう本当にこう日本一のポイントガードってこう認めてもらえるように、もうさらに進化して2018年は飛躍の年にできればなと思ってます。本当代表の方も、まあ、今オリンピックももちろんありますけど、今はワールドカップ予選が、行われている途中なので、本当に、まあ、しっかり呼ばれるかどうかのところですけど、呼ばれるからには
結果を出せるように頑張りたいと思いますし、本当日本のバスケが多分 B リーグができて本当にこれからっていう状態だと思うんで、そこでの代表での活躍がこうバスケットの人気を左右すると思うので、代表でのこう活躍っていうのもしっかりとしていけたらなと思ってます。僕は2018年やっぱりサッカー選手にとって、大事な一年になると思うので、僕個人としてもすごく、サッカー人生の中で一番大事な年かなと、その中でしっかりと結果を出すことができれば、今後も、またステップアップできると思いますし、自分の経験にもなると思うので、しっかりと、一戦一戦、結果だけを求めて頑張るだけです。